いからな。飲むとシチューに逃げたのもたくさん買ってきちゃったんで。
こんにちは。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。これ半端ないね、願い。これはね。助けばいいのに。日本人の方がかっこいいよ。いやいやいや、外国人はまあ私で外国人担いでる。ああ、まあ、こちらち見てますよ。でも自分はやっぱり、サムライは日本人だけ。サムライ。サムライで。日本人だけ。山田出るのが最初の最後だよ。ほい、へい、へい、やばい、ジモリン、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おう、ない、それ傘にもなんの。なんで傘じゃねえよ。傘、雨、雨ね、雨、雨。おおおお、アンブレラ。アンブレラ、傘だけど、みんな頑張ってください。はい、いい天気になります。ありがとう。どういたしまして。ないよ。
こんにちは、おはようございます。みんな今日頑張ってください。私の名前は後ろの。こちらの。こちらは今日の。邪魔やろ。こちらの。こういう、スーツの。何だよ。5つ。はい。5つ。漢字だと。こういう。で、こういう。スーパーの。簡単。間違いない。でも立派なこのみこしと、あ、この後ろの一緒になるとマント、マント名字だよ。これ何年前から見たら綺麗で立派。これはね、前時綺麗だ。夜だったね。あ、光をつけて一番盛り上がる。マントはもともとそういう、マントだから。初心つけて、まあ本当は古くは多分ろうそく。今はもう電気の電池とか。まあ、古いながらね、まあ、昔ながら。そこの鳥越祭りという、鳥越、あそこはまあ、ろうそくんですよ。ろうそく。一個ずつこれ、なんていうか、ガチャン。鳥越祭り、お前、うまいよ。あそこは富岡八幡宮。いた。今年、高のところにルビーの、ね、一の目屋、うん、一の目屋は神奈川急便の会長が寄付したっていう立派なお店が、一の目屋は方のルビーダイヤ、ダイヤとお前のこちらちいろんな位置使ってるルビーとか、うん、ただ、まあ、日本一、世界一大きな見越しを現れる、まあ記事されてますけど、4.5トン。金とね。ただ4.5トン。これ1回だけ平成3年出すだ。
もう、まあ、もうともとも100人ぐらい、あ、もっともっともっと5人か数えない、もっともっともっとともっと、あそこ行かれるんですか、今度来月10月25日横須賀の神輿パレード、あ、毎年行きますよ、一番大きいの禊会、うん、で一番大きいのあるでしょ、これがこれはあの決められない、こうなるでしょ、あれはこれは禊会、うん、一番後ろのパレード、基地に入るのに入れないで、なんか一回バラすんだって、ね、もう一回組み立てて、そう、そこの台車、まあそのパレード終わって台車に乗せて引っ張る、うん、そこ、あそこはでもスッと入れます、私、神輿の格好して入る、あ、入りますよ、あ、入ります、ただ問題は、格好したら、はい、入る、自由に入る、うん、普通入ったら、並べなきゃ、うん、並んでてくるね、地下だけ地下入ってない、他は入りたけど、もうすごく並んでる、もう入れない、うんうん、もうやめた、反対来てるやん、あ、入ります、ね、ガソリンでもう一緒にチームになる、それも決まってるから、うん、ルール守らなきゃ、あと、もう一つは、基地のミリタリーベースだから、荷物などを、チェックしながら、うん、普通の人、いろんなネイビーだから、ね、だもんね、あそこはもう、去年初めて行って、きれいめな祭り、私行きますよ、毎年。でも、彼、去年も行ったよ、うん、去年も行ったよね、毎年行きます、ね。神輿は必ずいるから、でもこういうダイヤモンドという。富岡八幡宮みんな一番、お金かかったと思うんだけど、日本一エッペンセ、富岡八幡じゃない、三鷹にある八幡大神社、三鷹八幡大神社の二宮の方、ギンネスブックに載ってますでしょ世界一エッペンセなんだ、あります、戦艦だけで、であと、奉納名のダイヤ、まあ非常にでかい。ギンネスブック1994年ギンネスブックに認定されてる。ただ、みんな富岡八幡宮と思う。あんまり大きさもありますし、あと位置いっぱい使ってる。奉納ダイヤそこに書いてあるでしょ。説明。奉納ダイヤなんかやらと、ルービー、狛犬、こしやしいっぱい使ってる。まあこれはもうこれ読もうないの。三鷹八幡大神社。世界一、覚えててください、1994年ギンネスブック載ってます、あと立派な神輿です、はい、一回ぜひ見てください、はい、もう2週間前も俺たちで毎年で一宮二宮、一宮は古い、二宮は昭和、63年作られた、だからまあ神輿の年、まあ若い神輿、古い神輿ではない、行徳、そこの行徳分かる、行徳のあと強盗と、あとなんだっけ、朝子、うんうん、一宮は強盗と思う、二宮は朝子と思う、でも両方とも行徳からで、山田と、ね、またね、
ってあげようか。真ん中入ってて。はい。ヘナとワケ、はいな。撮ってあげるカメラ。ヘナのカメラ貸して。よいしょ、どうぞ。どこでもおみこしの立派な彫り好みです。え、彫りが立派立派、うん、竜。どれが一番かっこいい。あ、このみこしの彫りは今見たの中一番立派と思います。いろいろありますけども、ただ、もちろん立派も分かるけども、まあ、バランスをしやすい見ると結構明るい、なんと言ったら。ずっといろんなところ撮ってんの。はい、まあどこでも言えないけども、どこでも行きたいけど、でも撮ってどうするの。私やっぱそういうのいっぱい持ってますよ、このみこしの。いろんなところ、伊勢崎、この間の横内ランチとか、この前あった、その前伊勢崎も10年後出るでしょ、うん、1000万だって。うん、だからこれだけど、これ会社持ってて、まあ、まあ、伊勢崎だ。このみこし大丈夫、まあ半端ない、と竜でしょ、竜。だから縁起がいい、守り。だから竜がいい。なるほど。竜だらけは、どこでも竜で。確かに。なあ、キレキレ、半端ない。半端ない。半端ない。ありがとう。ありがとう。いや、出るときだ。おはようございます。